ハンスゲオルク・シュバルツェンベックは西ドイツ出身のサッカー選手。選手時代のポジションはディフェンダー。バイエルン・ミュンヘンの下部組織を経て1966年にトップチームへ昇格をした。バイエルンでは長身を生かしてストッパーの役割を果たしフランツ・ベッケンバウアーと共に DF ラインを構成するとリベロとして攻守にわたって中心的役割を果たしていたベッケンバウアーを支えた。 ブンデスリーガで416試合に出場し21得点を記録し、UEFA 主催のカップ戦には通算70試合に出場した。ミュンヘーンで勝ち取ったタイトルは6度のブンデスリーガ、DFB カップ3度、カップウィナーズカップ、チャンピオンズカップ3連覇などが挙げられる。 選手キャリアのハイライトシーンとしては UEFA チャンピオンズカップ1973から74決勝のアトレティコマドリード戦で決めたシュートが挙げられる。試合は0から0のスコアのまま延長戦に入り114分にルイス・ワラゴネスの得点によりアトレティコがリードしたが試合終了直前にシュバルゼンウェックはゴールから25メートルの地点から力強いミドルシュートを決めて ドッタンバで同点に追いついた。彼自身はこのシュートについて、ペレでさえ真似はできないと評したという。バイエルンは2日後に行われた再試合でアトレティコを4から0のスコアで下して、タイトルを獲得すると、翌年と翌々年にかけて大会3連覇を成し遂げた。西ドイツ代表としては1971年12月1日に、 行われた UEFA 欧州選手権1972予選のアルバニア戦でデビューをした。シュバルゼンベックは代表でもベッケンバウアーと共にセンターバックを務め、UEFA 欧州選手権1972優勝、地元開催となった 1974FIFA ワールドカップ優勝、UEFA 欧州選手権1976準優勝に貢献した。 アルゼンチンで開催された 1978FIFA ワールドカップの代表メンバーにも選出されたが、出場機会はなく、1978年2月22日に行われたイングランドとの国際新善試合が最後の代表出場となった。西ドイツ代表としては国際 A マッチ44試合に出場した。引退後はミュンヘンで文房具屋を経営していた。ありがとうございます。